辛い。いやいやいや。え、この子可愛くてびっくりするんだけど。何もないところ。うん。鹿に注意なの。おっちゃん、鹿に気をつけろ。イエーイ。楽しそう。やばいやばい、うんこが出てきてる。ね、めっちゃ綺麗だよ。いや、これは浅い。綺麗な川。やっぱり雪がある。坊ちゃん雪あったらいいな、おもん。やば。鳥山なのか。立派。あ、そうだよ、トイレもあったし。あ、そうそうそう、ここに止めて、こっから足入ったの。そうです。そう。前動画にしてるからよかったんですけど、 あれじゃん、水車。そう、夏でも涼しかった。めっちゃ涼しかった。日光駅ね。あ、なんか並んでる、めっちゃ。何これ、タクシー、バス、バスじゃない。やっぱあれじゃん、観光客すごいね。人気店の日光プリンだって。うわ、絶対美味しいじゃん。ね、パンケーキもある。これみんな多分ね、東照宮に歩いていくんだと思いますね。あの駅から。ふとてよ。ふとてよ。これ何？トロッコ？これ電話だよ。電話ボックス。でも昔のそうかも。わあ、かっこよ。こういう建物大好き。ねえ、めっちゃ雪景色なんだが。普通に。いいじゃん。寒っ。この橋が神橋らしいです。どこに書いてあるの、神橋って。神の橋っていう名前だもん、この橋は。混雑です。本当はここから多分10分とかでしょ、かかっても。なのに多分1時間ぐらいかかる可能性がある。あ、ま、待ってて、リチコリチコリ。おもの目線多分このだね。もう空見てうの。あ、車通るときがちょっと見えるかもな。ほら、ねえ、おも。おもの目線でした。あ、第二駐車場もあるわ、こっちに。第二駐車場満車ってなってるわ。第一駐車場は行けるの？多分ね、これ1日だから何時間とかないよね。1日で600円。おもついてよ、行こう。ちーたーなくしてんだから、こうやってアラフィフにはきついこの。あ、すぐ着いたじゃん、思ったより早い。おもおもちゃん、こっち向いて。いいな。かな、もしかしてもね、まだまだ階段なんじゃない、大丈夫。カフェだね、どうせもっちゃん入れないし。ガスタカに。ドゥドゥンじゃん。ね、パパ、ここで写真撮ろうよ。マイカフェ。あ、気をつけて。サルシュって。あの音いいよね。ホッケキョウのさ、失礼しなさい。お邪魔します。これさ、チケットなら買わないとダメなの。はい、入ります。オモはないよ。アモ
怖っ。あんま見えるか。いやこれちょっともっちゃん取れないな。無理だ。無理だ。はい。はい。はい。あ、ね、見てほら、これ取りたい。水ザル、岩ザルじゃない？アマン、アマン、お、かっこいいかっこいい、いいねいいね。はい、そうです。かわいい。YouTube 出たけど大丈夫。あ、大丈夫ですよ。はい。え、ヨークシャテリアですか。あ、そうです。いい、かわいい。ありがとうございます。リカちゃんだね。大丈夫ですか。リカちゃんだね。焼き物これ。かわいい。なんか。中国人ですので、中国の、そうなんですね、新年のものです。あ、はい、今正月中なので。あ、そうなんだ。そうです。あ、そうなんだ。はい、似合ってるよ。似合ってるね。いいね、いいね。赤似合ってるね。はい、ありがとうございます。バイバイ。楽しんでね。後で見る。今買っちゃう。いいの、パパ。人狼買わなくていい。いいですか。すいません。いいんですか。あ、かわいいやつ。いや、うん、これすごいんだけど。すごくない。うわー、すごい。あ、まん、入れるって言ってたの。でこの金すごいね。ここかな、やっぱり。あま。あま。なんだよ。どうか。すごい人が。これすぐだもんね。多分これもらえるんでしょ。すごい。ほら中に入ってる。またなんか派手。とにかくさ、派手だよね。なんかめちゃくちゃ。結婚式行かない。でもっちゃんついに眠そうな顔して。眠しくないけどね。うん、ただ単に眠いのかもしれん。結婚式中。これどう？え、こっちじゃないんだっけ？右に行ってるけど。まっすぐ。これ中入るやつじゃん。え？なんか人が見た。みんなここで写真撮るからこれ止まっちゃうんだよね。ああ、眠り猫もここにいるからね。もう気持ちよさそう。眠い。あ、もうちょっとじゃん。頑張るも何もないな。で、楽曲して一気に行きたかった。ちょっと無理。一気に足がもっちゃんはいいな。何かみたいな感じ。あそこで終わりかな。振動破りの、しかもこれ一台一台高くない。半分の階段がある。多い。あ、なんかあるじゃん、ほら。もっちゃん、これもっちゃんじゃない？お前いる。ねえ、待って、ここの階段高っ。着いた。
ね。すごくない？違うよ、この木ブーッとかいてるこれすごいね、なんかなんか上がない、え、上木ある、それもないか、ほら、海や、よし、うち、向こう、向こうで終わりたいから、どんな力があるか、いや想像以上、あんまりさあると思わなかった、あま中間間の高さ、プルップルップルッ、臭い、いやいやいや膝、え、この子可愛くてびっくりする、もういいか、あの奥宮に行くのでも心配だ、もうトイレで使い果たした、もっちゃんどっか写真撮るじゃん、このこともっちゃんもさ、どこで行くの、うわー、なんか本当にでさ、神社って芸術だよな、すごいよな、かっこいい、見てすごいんだけど、このなんか鳥、やば、やば、ね、こっちは何、この右は、あ、泣き竜だ、ほら、あんな中入ってない、入れない、もっちゃんがいたら無理、あれ中だもん、人は見れません、ダメです、あ、見てこない、すごい木だ、ここでかくないよね、普通大きいよね、立派じゃない、これ絶対綺麗、初詣見たくないでも初詣感覚で来る人いるのかな、ありがとうね、はい、聞こえる、ね、後ろ全然映ってないからね、え、全然後ろが映ってない、はい、ここで見ざる言わざる聞かざるがいて、思ざるもいたんだよね、思う、言わねえの、何とか、何これ、あ、ほら、ただ鈴カステラみたいなでも亀に見えるね、見えるね、うん、いやすごい立派な山だよね、木山だから、ここ634メートル、スカイツリーと同じところです、だから寒いはずだよ、そりゃ、これ何、お寺があるんだ、どなた様もご参拝いただけます、日光山、なんて読むの、林王寺、林王寺、林王寺、ね、でもほら、これも徳川だね、マーク、マーク、マーク、そうだよ、はい、こんなのあったんだ、知らなかった、大丈夫、大丈夫、はい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 、坊ちゃんが、坊ちゃんが、ついてる、体を全部、めっちゃざわついてる、全部全部中でも動いてる、おばちゃん、はい、全部全部健康になりました、ね、全部全部健康になりました、はい、できた、自分たちもやった方がいい、はい、パパ髪の毛入りますよ、バカにしてる、パネル
それもさ、東照宮と関係してるお寺なんだよね。多分同じとこなんだ。お参りしてきてさ、写真もらって帰るか。どうも。もしかしてもう方言の方。